世界のワインを扱うスマイルは2月20日第14回春季ワイン試飲会を東京渋谷エクセルホテル東急で開催しました。会場には都内首都圏のホテル、レストラン、酒販店などのバイヤーが駆けつけ、売れ筋ワインや新作ワインなどを試飲しました。この日はチリワインコノスルが大きくスペースを設け、リニューアル商品や新商品が展示されました。コノスルワインはチリ第2位のワイン輸出メーカーで、創業は1993年、自然サイクルをコンセプトにブドウ作りが行われており、自転車ラベルは同社のシンボルでもあります。今回得意部門であるオーガニックワインなどが紹介されました。比較的柔らかいワイナリーということで、まあ、いろんなことのパイオニアになろうということで新しい取り組みをどんどん進めてきました。いろんなピノノワールとかゲベルサラミネールみたいな新しい品種にどんどん積極的に取り組んだりとか、まあ、そういったことをやって、あのフレッシュでフルーティーなワインを、まあ、世界に向けて発信していこうということをやってきました。Asia market, we grow like 40%. 前年に対して 40% も大きく伸びまして、アジアのマーケットにも注目が集まってるし、ちょっとしたこうサクセスストーリーのように、まあ、あのみんなが注目してると、新しく畑とかあのセラーとかそういったものにまた投資もできるようになってるので、どん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 品質を上げて成長していきたいなというふうに考えています。 many more years. 主催者のスマイル菅信夫種類事業部長にお聞きしました。全体的にやはり今ワインが非常に好調でございますね。業務用であればですね、ワインバーみたいなところが今活況呈してますし、打ち飲みのところではですね、まあ、ワイン1本買ってそれであのお食事を楽しまれるという方が増えていると思います。そうですね、どんどん低価格が進んでまして、まあ、これは円高の影響もありましてですね、これからまた景気が良くなればですね、もうちょっと中価格帯の商品もどんどん出ていくのではないかなと思ってます。はい、試飲会に来られたバイヤーさんにお聞きしました。安いながら美味しいものっていうのを探すときに、スマイルさんもいいもの持ってらっしゃるなと、味をちょっと覚えてレストランさんとかにも紹介できたらいいかなと思ってます。はい。